みません、大変遅くなりましたが、元運輸大臣の二谷さん、二谷信明さんに、緊急のユーストリーム中継インタビューしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、中継スタートがですね、遅れてしまいまして、皆さん、インターネットの画面の前でお待ちの皆さんも大変申し訳ないことをしました。予備のウェブカメラで今つないでおります。なかなかね、こういう新しい技術というのは、テストの段階でつながってたのに、いざ本番となったら急にね、動けたりなんかして、本当に大変申し訳ないです。いや、アナログ人間は、びっくりしますか。二見先生は今、政治評論ですね、はい、ザ・ジャーナルなどのメディアにお書きになっていたりして、現在は、そちらでご活躍なんですけれども、自由党、それから経て民主党、そして元運輸大臣という要職を務めになりました。今日はですね、もう公示期間中なので、選挙運動に、何か支障があったらいけないか、公職選挙法上抵触してはいけないということですね、特定の政党とか、あるいは特定の候補者に、肩入れしたり、逆にこうその評価を下げるようなコメントをすると、あまりよろしくなかろうということで、その辺は慎重に、今日はお話を進めしたいと思います。ただ主要な議題としてはですね、これは政策に関しては語ることは自由だろうと思いますし、現在の政府、菅総理を頂点とするですね、菅政権の政策については、これはもう我々が批判することは自由であろうと思いますので、とりわけここに来てですね、急に打ち出し始めた消費税増税、これがですね、非常にいろんなところで波紋を呼んでいるわけですし、またこれは単に増税が税とするか、税とするか、また非とするかという話だけにとどまらずですね、それ根っこにもっともっと奥深い、国家の権力の在り方みたいな問題が隠されていると思うんですね。その点についても今日ちょっとお話を伺いたいと思っております。まずズバリてですね、この消費税増税、ここに来て増税しようとしていると、このことに関しては二見先生としてどんなふうにお考えなんですか。私はね、この時期の消費税増税は反対です、結論的に言いますと、要するに民主党もね、3年前の参議院、去年の衆議院で消費税増税しませんと、これを公約としてやってきたの。今回もそのつもりだった。ところが鳩山さんが完全に変わった瞬間にパッと変えてしまう、でこれはそういう意味では国民に対する契約違反だと私は思います。こういう判断一時的にどういうものよくわからないんだけどね、これは場合によると消費税増税ということをキーワードにしてね、菅総理と要するに自民党と民主党と自民党の間での大連立構想も全く否定できないんじゃないかという恐ろしさを感じているんです。なるほど。しきりにですね、菅さんは自民党に対して、呼びかけをしておりますね。また 10% の税率、引き上げる税率というものも自民党案を参考にさせていただいたなどという非常にこう媚びたような物言いをしている。そして超党派で話し合いを始めようというような言い方をする、その話し合いの向こう側には結局のところですね、その大連立的なですね、例えばパーシャルの連立だと成り立ちますから、を考えているのではないかという、こういう疑心暗鬼がやっぱり取られますよね。そうですね、そうすると、先ほど田見先生おっしゃったように、現在の政権の基盤となっているのはこの衆議院の多数であって、その衆議院の多数4年間続くという前提で、その4年間の間、民意というものが、この4年間の間に民主党の政策を実行するであろうと、実行してくれることを望んで投票したわけであって、それを1年足らずでですね、大きく転換して政策転換するというのは、これはそれは是認してないわけですよね。今度の参院選前にですね、これはあまり選挙の投票の話になるとはいけないかもしれませんけれども、こういう政策転換のような話をされるということは、
常に多くの支持者の困惑を招く。これは、2つのマニフェストがあって、2009年夏のあの衆議院選のマニフェストがあり、そして今回発表された2010年、参院選のですね、マニフェストがあって、これが全く違うものに見える。どちらを信じていいかという問題もあるわけですよね。まあ、そうですね、はい、あの私ね、谷上さんとね、うん、野党でありながら増税を提案したら私おかしいと思って、うん、でもね、もともと議会っていうのはね、議会のどう決まったかというと、一つは君主や官僚ですね、うん、の専門をチェックさせない、専門させないっていうのが議会の決まってる。と同時に税金なんですよね、年号を取らず黙るかと、うん、一種の犯罪ですよ、うん、それが議会の誕生ですから、うん、権力を欲しいままにしてて民衆からのチェックを受けなかった君主の権力、あるいは封建あの諸侯の権力、そういったものに対して、まあ、民衆といいますか、まあ、当時だと、まあ、中間層というか有力者なんですけど、それが 反対し、そして議会でストップをかけて監視をする、これが議会制民主主義のスタート点ですよね。おっしゃる通りで、与党と野党と考えるときには野党は絶えず税金の使い方をチェックするものなんですよ、うん、与党はね、使い方だけでなくその徴税の仕方も、ね、チェックするべきですね。 そこにすごくあのセンシティブになっていますね。ところが昨日まで、去年までね、政権を通してたら、ね、やりようとしたんだから、うん、これ自民党やれないんですよね、うん、野党としてきちんとした税金の使い方、徴税、いろんなこと全部通知できない、無駄遣いの、うん、だから、おそらく私はね、財務省に入れ入れされてね、うん、言ったんだと思うんですよ、一般さんだろうって、うん、そしてね、監察に乗ったでしょ、うん、で、おかしいのはね、ちょうどあの教育が積もったでしょ、うん、だって、ね、税金を、ね、取るのにね、増税するための超党派の会議なんてバカなのありませんのかな、うん、税金を減らすための超党派の会議は分かる、うん、税金を取るためにもね、与野党で超党派の会議、こんなことは歴史はあって、かつて今は絶対なかった。それをやろうとするのはこれおかしいな。結局は官僚の思惑通り、財務省の思惑通りなんですね。これがあの多くの人にこの財務省の権力というのが見えていないところがある。ところがこれは官僚の権力って非常に絶大なもので、ここにさらにマスコミが乗っかってるんですね。でマスコミが非常にこう癒着をしているといいますか、まあ、政府の権力に逆らうような政党政治が現れて、それをものすごく叩くという傾向が見られます。この旧開発館、鳩山政権ができてからですね、まあ、朝日から産経まで足並み揃えて叩きに叩いてきた、しかしそれは同時にですね、官僚の思惑をそのままね、擁護することにつながってたわけですね。こういうそのマスコミのあり方というのはどういうところなんですか。まあ、それは本当はね、うん、権力に対する反権力立場なんですね。今まで監視しなきゃいけない、特に政府の権力を監視しなきゃいけない。だから長い間さ、半世紀近く権力の座にあった自民党の政治を徹底的に批判する、うん、と同時に畑山内閣も非常に構いませんよ、うん、だからむしろ批判がなくて潰す、ね、方法でやった、これはおかしいです。しかも無駄な問題ね、はい、だからマスコミ自身がね、長い間の自民党の政権下にって別手になっちゃったんじゃないかね、うん、あのこれの点についてですね、うん、あの政治と金ならぬ報道と金の問題が浮上しています、うん。